さあ、おそらく右四つに組み合うと思いますが、はい、右四つになりました。すぐに決まらなければ長引く可能性があります。まだ回しが栃ノ心取れません。まあ、逸ノ城にとってみると長くならないうちに攻めたいところです。ここは残せるか。残せない。逸ノ城攻め続けました。今日は長くなりませんでした。両者にとっては比較的短い相撲でした。寄り切り、栃ノ心に上手を与えずに攻め切りました。逸ノ城3勝7敗です。栃ノ心5勝5敗。昨日は北の富士さん、かなり熱戦の相撲が多かったんですが、あ、昨日多かったですね。今日ちょっと前半、はい、あっさりしてますかね。まあ、その日によって、はい、いい出来といい出来じゃない出来とあるんですね。昨日面白かったですもんね、幕の内は。いや、面白かったですよ。今日この一番で、まあ、北の富士さんは長い相撲を一つ期待しましたが、まあ、逸ノ城うまく取りましたかね。